すごかったよ昨日は。そう昨日はとにかくすごかったそうすごかったんだ。すごかったしか言わない言わない。でももうね公園今のところないので、みんな寂しいね。ないね。そうないんですよ。もうって言い方いいんだけど、違う、あの今出てる予定の中ではないの。もうまだそう6月28日までなくて、公演内容未定がさ2箇所あるじゃん、26、27。まあそこがあるかないかわかんないけど、そこでない限りないので、もう6月の今出てる分はそうないので、イエイイエイじゃないけど、公演やりたい本当に。もっとね、 B とか B ね、あの他のチームに比べて3ヶ月遅く始まったから、もうちょいやりたい。もうちょい、うん、1ヶ月にその月に6回ぐらい6回ぐらい、少なくても5回ぐらい、6回じゃ5回って少ない、多いかな、どうなんだ。でも5回とか2回公演やりたい。そう2回公演やりたいです。 B で土日のどっちかやりたいの。そう全然ないですよね今のところ。当分前でしたよね、あれだ、5月じゃない4月、あ違う、5月の2日以来2回公演多分やってないので、あれ5月の2日も1回だったっけ、わかんない、あれどうだったかな、忘れちゃったけど、多分そこ2回、うん、どっちだっけ、1回だっけ、1回だったかな、あ1回だったかも。そしたら当分やってないかも、公演2回公演 B ではね、悲しい。悲しいな、もっとやりたい B ね、うん B やりたい。そう B 見に来たいって言ってくださる方多いし、あゆ自体も B 見に来てほしいんですよ。そうあの綺麗な状態で終われる公演だから、そうアンナさんと比べるとあの B の方がまだ綺麗に終われるじゃないですか。公演の後は結構もうボサボサではあるんですけど、そうどちらかといえば B の方が綺麗に終われるので、そう見に来てほしいんですけど、そうだね、うんそうなんですよ、そうなんですそうなんです。だからやりたいねって感じ。そうなんですよね。そうでもアンナさん公演はそうユイリーさんと出れたりするからとっても嬉しいんですけど、とかそう16期のみんなもすごいね、そうあゆちゃんとかあゆさんで来てくれるから本当に可愛くて嬉しいんですよ、一緒に出れるの。そう出れるの嬉しいんですけど、そうやね、そうやねんそうやねん、そう可愛い状態で終われるねん。昨日の夜公演の盛り上がりすごかった気がする。うん確かに盛り上がってた夜。うん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 、そう夜は
お昼ももちろんうちわとか持ってきてくださったりコールしてくださる方もいらっしゃったんですけど、夜はお昼よりもうちわ持ってきてくださる方本当に多くて、まあ、養子の方だったり、あのね、そうメッセージを書いてきて、メッセージっていうのかなんて言ったらいいんだ、でもまあなんかそんな感じのやつを書いてきてくださったりとか、見えるぐらいのメッセージ、見えるぐらいなんて言ったらいいんだ、そんな感じのメッセージをそう書いてきてくれたりとか、そうとかそうの方も多くって、そう嬉しかったです。そう、うちはなんだろう、ペンライトも嬉しいんですよ。愛のペンライト一応あるから、愛のペンライトあるからなんて言ったら、そう一応色決めたけど、でもペンライトよりもうちわの方が見やすいし見つけやすくて、あのそうペンライトだと誰かと色が被ってる場合あるじゃないですか、そうあるのでうちわの方が分かりやすいかな、そうやね、そうだね、そうなのの方がうん分かりやすいくて、だからコンサートの時もうちはそう多分わざわざ買って持ってきてくださる方もたくさんいらっしゃって、本当に本当に嬉しかったです。あのチーム B コンサートとか、あの春フェスの時とか、そう嬉しかったです。公演もそうだし、あ全然公式のうちはでも全然見やすい、うん見つけやすい、そう公式のうちはでも公式のうちは愛の写真貼ってあるじゃないですか見つけたら愛が見えるんですよ、あってなっちゃう、あ愛だってなるそう愛がいるって、そうなの、そう自分と目が合った気分になる、あの鏡を見てる気分、そうそうなんですよ。あとはあの生誕 T シャツ着てきてくださる方も嬉しい、そう T シャツじゃーんってなるじゃーんってなります、そうなるんだ、パパラララ、あそういえばね、あれそう新しい写真、新しいのかな、多分新しいのかな、新しくない、5月、あれ5月度の写真が出てる、あれ5月、今何月、6月、んもうだいぶ前に出てたのかな、わかんないけど写真ありますみんなわかんない、でもこの写真見てない気がする、 あったのかな、この写真っていつ発売されてたんだろうね、そうあります、宣伝ですそういつだったんだ、わかんない、もういっか、うん、わかんない、わかんない、だいぶ前に出てたのかな見落としてたのかも、なんかあの背景ありと背景なしがあるじゃないですか、だから背景ありのそうを見た愛がだもう出てたって思ったのかもしれない、わかんないから静かにしとく、そう静かにしとく静かにしときます、わかんないからわかんないから静かにしときます、両耳かけていいね読みかけていいですね、かわいい、ね、読みかけいい、ね、ここになります、そう最近本当にね、そうあの6月じゃない
6月じゃない、間違えた。生写真本当に何だろうな、完売することが多くて、そう最近本当に嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、皆さんありがとうございます。嬉しいです。パパ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 パ、いい感じだって、いい感じ、いい感じ、いい感じ。そう、今日は制服配信だよ、制服配信、制服って感じ。ほらほらって言ったけど腕しか見せてなかった。腕のめくった、めくってます。高校生って感じでしょ。そう、高校生だもん高校生だもん。キリンプロデュース公演やるってよ。そうだね、そうなんだね、知ってましたね。今発表してるよね。でもああいうところに言いよう書かないで。制服よきよきだっていいでしょ。制服、そう、グレーって可愛い。そう、これは白じゃなくてピンクのね、ワイシャツなん、ワイシャツ、ブラウス、ブラウス、ブラウスブラウスです。ピンクのブラウスにグレーで可愛い感じにした。可愛いのかな、わかんないけど、いい感じにしました。夏休みまで走るって、夏休みってまだまだないだいぶ先じゃない？7月中盤ぐらいからかな、あれだっけ、8月だっけ、7月、いや7月の中盤あたりぐらいからじゃない？後半とかね。だいぶ1ヶ月近く頑張ってね、1ヶ月ぐらい頑張って走って。メキリンさんのはもういいよ、書かないで、書かないで、書かないで、お願いしますお願いします、書かないでくださいお願いしますお願いします、書かないでください。そう、高3です。高3、そう、次で18、2月で18です。そう、2月で18。そう、あんま見えないって言われる。そう、よく言われますね。結構、結構っていうかもうみんな、ほぼみんな。でも前に、そう、知らないおばあちゃんに大学4年生って言われた。そう、大学生じゃなくて大学4年生だったそう、4年生って聞かれたから、そうみたいそう、あれですね、ちょうどあのマチャリンとお出かけした日の時に言われましたね。そう、そうなんですよ。
すごいね、そのおばあちゃんすごい喜んでじゃない 褒めてくださって、そう褒めてくださったんですよ、たくさん。そう、就活してた、してない してない 就活まだしてないよ、就活。そう、すごい褒めてくれて、ここら今なんか、そのおばあちゃんは兵庫県から、兵庫かな、あ、神戸、いや、どっちか、兵庫か神戸のどっちかから越してきてきたおばあちゃんで、そう、10年ぐらい住んでるらしくて、そう、愛の町に、愛の町 愛の町じゃないけど、その愛が住んでるところに そう、10年くらい前に来たみたいらしくて、そう、今までこの住んできた中で、ここに住んできた中でもう一番かわいいわってすごい褒めてくれて、そう、そう、すっごい褒めてくれたんです、嬉しい、本当に。もうね、もうね、ね、もうすごい褒めてくれた とにかくもう褒めまくってくれて、褒めてくれたんだ、嬉しかった。そう、そうなんです。だからまたいつかあの時のおばあちゃんとね、お会いできたらいいなって思いながら、また褒めていただきたいなって 最後はね、こういう今の時に褒めてもらって元気になりたい。そう、もうニヤニヤしました。そう、おばあちゃん、ありがとうございます。見てないと思うけど、ありがとうございます。あの時のおばあちゃん。そう。バイバイする、バイバイっていうか、そう、それまでずっと褒め続けてくれた そうなの、もう優しい、本当に優しい。そう、あんな初めて会って、あんな5分間以上ね、ずっと褒め続けてくれて そう、そんな初めましての人に5分間褒めてくれるなんて、本当になんて心が優しいおばあちゃんなんだって思いました、今 そう、優しいにも程があるぐらいの優しさ。ちゃんとね、お礼言わなきゃね、だったら そう、あの時もちゃんとお礼したんですけど、お礼した後もずっと褒めてくれるから、そう、永遠に繰り返してそうなの。でもいつも、まあでもおばあ、その時のおばあちゃんに限らず、そう、お友達もずっと褒めてくれるんですよ そう そう、ずっと褒めてくれる、話すたびに優しい。
中学校の時から、そう、あ、別に別にじゃない、別にじゃなくて、そう、中学校と高校は違う学校なんですけど、まあ当たり前なんですけど、あ、そうそうだけど、どっちも褒められた、ずっと褒められた、すごい可愛いって言ってもらえた、嬉しいって感じ。今度あったらかかって肩たたきしてあげないだって、します、もうそんなんでいいんだったらいくらでも、おばあちゃんに肩たたきします、もういくらでもやります、もう1時間だろうが何時間でもやります。1時間はさすがにやるの手が疲れちゃうかも。もう5時間でも、5時間とか、でも、ま、おばあちゃんももう座ってんのも疲れちゃいそう。すごい、あ、すごいってアバターのことで今すごいって言ったんですけど、それ、あの七瀬さんのアイコンかな、アイコンっていうか、あのキャラクターが3人続いてるところがあって面白い。そう、なんかすごい黄色だなって思ってみたら面白い、かわいい。エイトくんですね、5匹いる、5匹上のエイトくんだけイチゴ持ってるんだ、いいな、イチゴいいな、いちご。なんかこういうキャラが続いちゃうの面白い、見るの。あのみーおんちゃんのもいる、いらっしゃる、でも続いてなくて間がちょこちょこ空いてるけど、そう、いいね、そう、いい感じだね。一人いなくなっちゃった、一人反対側に行っちゃったそう、こういうアバター見るの好きなんです、密かに。そう、見てる、いつも配信しながら、そう、喋りながら見ちゃうそう、面白い、なんかいろんなのいるじゃない、虫のアバターわかるか、なおちゃん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 会いたい、会いたいよ今、はあ、すごい、なんか細い人もいる、細い、なんだろう、女の子の細い、細いよな、細いのもいるね。タンポポちゃんかわいいね、タンポポちゃん、ワンちゃんかわいい、あ、ん？ワンちゃんかわいい、ワンちゃんかわいいね、ワンちゃんかわいい、でもすごいいっぱいいるね、あ、すごいあ、すごい出ちゃう。アイちゃんの今のアバターはね、なんかあのアロハみたいな女の子だよ、アイの絵、アイコンは、そう、あのツインテールしてるアロハみたいな女の子、伝わるかなそう、伝わり、伝わってアイちゃんのは、たぶんアイちゃんの作るとなると、カワウソ、アユがカワウソのぬいぐるみ着てるみたいなやつ、ね、あれ、そう、ファンの皆さんがあゆの生誕祭の時のあのうちわとか、そう、なんだっけ、横断幕にもついてた気がする、ちょっと待って、確かね、そう、ついてた気がする、ちょっと待って、
多分ねついてたんだよね。そう見て、見てもらった方が早いかな。そう、いつだっけ、1月とかだよね。だいぶ先だから見ながら戻します。このアバターは犬かな、うーん、ワンちゃん、うーん、人面犬、ん違うかさすがに人面犬ではないか人面犬、そう、細い女の子は、そう、細い女の子の制服着てるのですね。そう、その、そう、アイコンですアイコンですそう、書いてる方のアイコンです。1月20日だよね。あ、もうちょっと、もう来るよ。早いに戻すの。あ、あった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 。あー、でもこれファンの方の顔見えちゃう。あ、で待って、写真撮って、写真撮って、写真撮っていけばいいのか。そうだね、写真撮って、あ、間違えた、こっちじゃない、こっちだ。写真撮って、写真撮って、そう、人面犬だと思う、その子は。あ、これだったら平気。あ、いや、もうちょい拡大しとこう。でもまあ載せてるから、ツイッターに載せてるから、まあ別に見せてもあれだと思うんですけど、一応ねやめとくね、怖いから怖いから。そう、この子こんな感じのがいい、あゆは。そう、これかわいい、本当にかわいかった。そう、あゆのファンの方ありがとうございます。これかわいい、本当に。生誕 T シャツ、この子あゆ頑張って自分で描こうと思ったんですよ。そうそう、何かで描こうとしたんですよ、これを。でも描けなくて諦めました。かわいい、あのね、生誕メッセージのやつもこの子いて、かわいいなと思った。そう、あれ確かね、自分で書いた、自分で書いた、そう、ファンの皆さんに宛てに確か書いたから、きっとね届いてるはず。わかんない、誰の元に行ったかわかんないけど誰の元に行ったかわかんないけど、多分あれ書いて入れたから、そう、自分でありがとうございますって書いたよね。そう、書いたから多分ね。本当にあれかわいい。だからね、作れるますよって作れますよ作れますよってなった時にあれにする、多分ね。かわいい、かわいいよね、あれ。あゆももうかわいいってなっちゃった見て、ツインテール、こんな位置のツインテール中学校の時以来やってないな、ストレート。すごい、これでさ、このくらいの位置で学校行ったらちょっとすごいな、ペコちゃんペコちゃん学校には絶対行けないよ、これはそう、行けない絶対。そう、中学校の時はね、いつもね、いつもここら辺のツインテールしてた、ここら辺、耳後ろぐらい。そう、これでいつも行ってた。そう、湯沸かなきゃいけなくて、中学校ってまあ基本そうだよね、湯沸かないとダメだよね基本。そう、こうだった。そう、ああいうポニーテールでもいいんですけど、なんかポニーテールはすっごい低めのポニーテールも、ポニーテールって言うのかなぐらいのポニーテールしかできないかったから、ツインテールにした。でも時々ポニーテールで行った、本当に時々、1年に 1,2 回あるかないかぐらいの。そうなの、そのくらいで。ツインテール可愛い、イエーイ、最強最強最強ツインテールこっちがツインテール最強、こっちだね、こっちだこっちだ、ツインテールそう、ツインテールしてもいいなと思ったけど、ちょっと曰くのがあれでやめました、今。そう、さっき最強ツインテールに愛すぎて休止する、なんで二つに結んだの、男たちは神だけ、今日の君は最強ツインテール、もっともっとになる、今世界で一番可愛い。
チャチャチャラチャラチャンチャチャチャラチャラチャラチャンチャラチャラチャン。チャ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 。今世界で一番可愛い人じゃ。皆さん動画見たいですか？いつのせよゆきりんさんのが思ったより皆さん、そう思ったより皆さんから人気大、びっくりしました。朝載せた、そうだからなかなか載せれなくてそう本当に思ったより人気すぎてびっくりでした。あゆ、そう、いや違うの、サザエさんって書こうと思ったの。あゆはサザエさんになってほしかったから、ゆきりんさんにそうなってほしかったからサザエさんって書こうと思ったんですけど、あの B 公演の時にあの船さんってなったじゃないですか、だから船さんにしたんですよ。そしたら人気だった皆さんから嬉しい、嬉しいです。どうしようかな、でもうん、でもあ、でもなんでもないよ、でもなんでもないよって言うんだけど、でもなんでもなかった。アイはタラちゃんです。でもアイはタマが良かったけどタラちゃんいなかったからそうタマかタラちゃんだったんですよ。そうでた、うん、タラ行こうかなって思ってて、あ、タラじゃない、タマちゃん、タマちゃん、タラ、タマ、タマ、タラちゃんじゃなくタマ行こうと思ったんですよ。そう猫の方、人間じゃなくて猫の方に行こうと思ってたらタラちゃんいないって思って、あ、タラちゃん行っとこうと思ってタラちゃんに行った。そう、そうなんですよ。うーん、パパなんかミカワヤさん、ミカワヤさんってなんだ、ミカワヤさん、ミカワヤさん、ミカワヤさん、誰だ、サザエさんだよね、サザエさん、あ、あー、あの方か、届ける方かは誰だろうね、わかんないや誰でもないけど届けてくれる方だよね。伊佐坂先生、伊佐坂先生ですかは誰でもないかな、さすがに誰でもないよ。サブちゃん、あれサブちゃん、イカワヤ、いやもうわかんないもうわかんないってなっちゃった。花澤さんも誰でもないよ、誰でもないよって言うんだけど、そうだね誰でもないよは変だけど、誰だっけ、サザエさんが七瀬さんだよね、結局七瀬さんで、ワカメちゃんが真帆ちゃんで、カツオは誰だ、いない、いなくて、タラちゃんがアユで、船さんがゆきりんさんで、
マスオさんが大家さんで、あ、違う違う、真帆ちゃんがタマで、ひなこちゃんがわかめちゃん、間違えた、そうだそう、それで波平さんがサオさんです。はい、でした。この間のビーコエンの時、そうなの、愉快な一家だ。ね、面白家族です面白、本当にあの時の MC 本当に面白かったね、面白かったよね、とてつもなく面白かった楽しかったですね、楽しかった。パパ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 、あのじゃんけんとか特に愛好き好きだった、本当に面白かった、あのじゃんけんあとに面白かった、じゃんけん面白くてとてつもなく面白かったです。みんな見てね、あの MC だけでも。アイちゃん好きだって、あはあは嬉しい、ありがとう。そう、あのねあの日から好きって言ってくださる方多くなりました。嬉しい、本当にありがとうございますあの日から嬉しいです、とっても嬉しい。わーいわーい、嬉しいです。そう、あゆあんま言わない人間じゃないですか、あゆあんまり、あんまりあゆ言わない人間だから、そう、あゆあんま言わない人間だから嬉しいですね嬉しいって感じ、嬉しい、本当にいやーって感じ、イエーイ、うん、嬉しいです、とてつもなく。仙台の全国握手会好きになりました、あ嬉しい、あでも本当に仙台の時もファンの方増えました、あの全国握手会で、あのユイリーさんとあやなさんと一緒のレーンだったんですけど、そうあの日から増えました、あの日からじゃない、あの日でも結構あのそうユイリーさんとあやなさんファンの方をいただいちゃいましたちょっとね、ちょっとずついただきましたはい、ありがとうございますそうなんか全国握手会になると一人は絶対ね会いに来てくれるようになる、そういつも、そうなの、嬉しいでーす嬉しい、イエーイ。あとはライブ終わりとかは多くなる、そうパフォーマンス褒めていただけること多いから、そう多いですね、嬉しいです、とてつもなく嬉しいよ、ふふふふふふふ、嬉しい名前、そう嬉しい名前あとはなんだろうな、あでもそのファンの方がお友達を連れてきてくださることも多くて、それも
とてつも嬉しいです。そう、とてつも。それでなんかそう、そう前に前にって、まあ最近もそう来てくださる方多くて、でもそう特に半年前ぐらいが多くて、そうお友達連れてきたよって方多くて、そうその方をね、なんとなんとじゃないなんとではないんですけど、そうそう養子にできる時もあるので、へへへへへへってなってます。昨日の MC 面白かったって、可愛いやつでしょ、可愛かったでしょ可愛かったでしょ、昨日の頑張ったよ。うーん、そう頑張ればできるんです。頑張ればできる、誰もそうなんです。そう頑張れば萌え台詞もできる。そうツイッターに載せるのはもう全国の、まあでもオンデマンドさんも全国の方に見られちゃうんですけど、ツイッターはより全国の方にバレちゃうから頑張りましたそう頑張りましたね。そうなの、そうやる、そうなんですよ。ごめん見てなかった、今お願いします。皆さんこの配信が終わったら見てください見てください。で、ね、もうね君だれさんが亡くなったから、もう一生萌え台詞やんないなと思ったら公演でやる日が来ましたね。そう来ちゃった、びっくり。今見たい、今見たやつ、じゃあ後でね後でね後でね、楽しみに。インスタは海外の方多いかだって、え、どうなの、ちょっと見て、あ、でも違う、横浜の方が一番多いんです。あゆ横浜の方横浜の方ありがとうございますって感じです。そうちょっと見てみるね。そう横浜の方、あゆのことが好きみたい。あああれだ、なんだっけあゆなね、あれだね曲名が出てこない、ハート型ウイルス1位、あでも1位もバンコクの方も1位になった。1位が横浜とバンコクで、2位が大阪、ジャカルタ、香港です。のそう、でもこの間まで全然ちょっと違った、今こんな感じ。そうえでもね、そうすごいびっくりしたことに、6月3日から6月9のそう9日までの1週間で180人もフォロワーさんが増えていらっしゃるのことにあゆはびっくりしてます。え本当にびっくり。なんか少ない時は本当に60人とか50人70人ぐらいだったんですよ、本当に1ヶ月ぐらい前ぐらいまで。そうここ何日間ですごい増え、何日か何週間かですごい、そう皆さんフォローしてくださる方増えて嬉しいです。でも国ではね、日本、インドネシア、タイ、台湾、香港ですねが多い。そう、シク村長、あ、ちょっと待って、じゃあシク村、違う間違えた、全部違うよ言ってるの、シク町村なんで間違えたんだろう、シクチョンソンってシク村長、待ってまた間違えちゃう、シク町村普通に言ったら間違えちゃう、ちゃんと気をつけて言わないと間違えちゃう市区町村ですね。ではそう横浜が一番多い村長面
面白い面白い、笑っちゃうよ。面白くなってきちゃった面白い本当に。村ちゃん、そう、これいつかインスタのストーリーに載せようか迷いながら、月日が過ぎてました、どこが一番多いんだよみたいな、そう、横浜の方が多いんだ、こんにちはみたいな感じを載せようかなと思ったら、そう、いつの間にか日にちがどんどん過ぎて結果載せないっていつもなってる。そうなの、そうなんですよ。都道府県はちゃんと言える市区町市区町村が言えないそうが言えない、ゆっくりじゃないと、もう気持ちを込めて言わないと。そうやね、そう、横浜の皆さん笑っちゃう、嬉しい、ありがとうございます。今のセットどうしよう、載せようか本当に迷うの、いつも。そう、どう思いますか皆さん、載せた方がいいのかな、迷ったら載せた方がいいのかな、それと迷ったら載せない方がいいのかな。そう、インスタだから興味あるのかなと思っていつも載せずにやめます。あ、載せて、だって、じゃあ載せますね、今載せよう、じゃないとまた忘れちゃうじゃない、載せなくなっちゃう。横浜なんて書いたらいいと思う、文字、皆さん一緒に考えてください、文字なんて書いたらいいかな、なんて書いてストーリーにあげたらいいと思う。市区村長書く、絶対突っ込まれますね、コメントで。市区村長、違う、市区町村じゃないのって言われちゃう。なんて書いたらいい、みんなに聞くっていう、市区町村ん、違う、市区村長、ちょっとわかんないな、わかんないなちょっと字符だけつけた子、あの動く子、あー、この子でいいや、可愛い子がいた、そう、開けてすぐに、はい、この子来て、何がいいかな、横浜って市区村長でもね、違う、市区村長って書いてあるんですよ。あ、違う、もう間違えちゃう、やだ市区町村って書いてあるんですよ、一応。あ、でもそのやつも入れとけばいいのか、うん、ショールームで市区村長、市区村長、市区村長、市区村長で、で、間違えて、間違えて行っちゃったんだーって行っちゃったんだって、でもそうなんだーって終わり絶対、ね、そうなんだーで終わりだよね。そう、行っちゃったんだ、でもここには目撃者がいる、いっぱい、たくさんの目撃者、ちょっとちっちゃくしとこう、この文字はこの文字はちっちゃくしときます。横浜市とバンコクの方多いって書いておけばいいかな多い、多いでいいと思いますか、いいよね、いいよね、どう思いますか、いいよね。
ますか？いいと思うかな？あ、いいよ、だって。あ、いいよ、だって。あ、で、待って、ちょっとね、言葉入れつけたすね。千葉じゃないんだなって思いました。千葉県なのに。よし、これでいっか。投稿、投稿したよ。イエーイ。赤ちゃんかわいい。こうやってる赤ちゃんが。あ、それ言えない。東京、今日は言える。あぶりカルビー。待って、お休みメール送るね。送れなくなっちゃうじゃないと。お休みメールを送りたいと思います。そう、先に送っとくね。今目の前で目の前で配信しながらお休みメール。そう、いつもショールームやってるとお休みメール忘れちゃうんですよ。だから思い出した時に書いとかないと送れないってなっちゃう。どれにしよう。あー、時間が来るよ。これにする。送ったよ、送った。カエルポコピョこれ言えないんです。ゆかるんさんも言えないから一緒。カエルピョコピョコムピョコピョコ合わせてピョコピョコムピュ言えた。全然言えてないけど言えた。まあ嬉しい、嬉しい。間違えたのに嬉しい。待って、ランキング発表しようかな。そろそろ13位、ちゆさんありがとうございます。12位かずきくんありがとうございます。11位なつみちゃんありがとうございます。10位ギャローさんありがとうございます。9位とうくんありがとうございます。8位さんまさんありがとうございます。7位大輝くんありがとうございます。6位ひびきちゃんありがとうございます。5位かんさんありがとうございます。4位ひでさんありがとうございます。3位はかっちゃんさんありがとうございます。2位かずさすがさんありがとうございます。1位かもんさんありがとうございます。見てくださった皆さん、いや、コメントとか星とかギフトを感じたギフトなどもありがとうございます。ありがとう。でもね、もうちょいあるから写真撮ってツイッターに載せる写真を今から撮りたいと思います。でも全そう、制服の写真は載せないから、もうレアだから、レアだからっていうか、これで配信することがそもそもないのでレアなんですよ。そう、レアだから載せてあげます。載せてあげます。すごい上から目線で載せます。見てください。どうかどうか見てください。でもネクタイにしようか迷う。ネクタイバージョンも撮ればいいのか。どっちも撮りますね。JK っぽいポーズって何だったの？何だろう？ JK なんだ？JK っぽいポーズがわからない JK です。あゆはどうしたらいいんだ。アゴピース JK なの？じゃあアゴピースだね。アゴピースってここどこに、アゴのどこにピース持ってったらいいの。こっちどっちだろう。こっちか。あ、間違えた。リズムにしちゃった。もうやだ。ちょっと難しいな。
59分になっちゃった。じゃあ撮ったら載せますね。ありがとうございました。バイバーイ。平和でした今日も。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。また明日も見てください。バイバーイ。バイバーイ。バイ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 。いっぱいバイバイ言う。バイバーイ。